皆さんこんにちは。動く生き物図鑑の時間です。さあ今回はどんな生物に出会えるのでしょうか。今回紹介するのはアナコンダと呼ばれる地球上で最も驚異的なヘビです。地球上で最も流量が多いアマゾン川に生息し、アナコンダ以外にも希少な植物や動物が多く生存しています。河川流域には世界最大の熱帯雨林が広がっており、気温は1年中25から28度、年中タウで湿度の高い地域です。アナコンダは通常の個体で5から6メートル、巨大な個体では9メートルを超える世界一大きいヘビです。生涯のほとんどを水中で過ごし、時々陸に上がっては日光を浴びたり、木の枝に登ったりすることもあります。陸上での動きは遅いですが、泳ぐことは得意です。水中では魚やカメ、陸上では鹿やバクなどを捕食します。アナコンダの好物の獲物の一つとされている動物は、地球上で最大の齧歯動物、カピバラです。動物園ではアイドル的な存在のカピバラですが、その大きさは1メートル以上、体重は60キロにも上り、アナコンダのお腹を満たすのにぴったりの獲物です。アナコンダの狩りでは、獲物が逃げないように音を立てずにゆっくりと近づき、近くに来たら強く噛みつき捕食します。あまりにも一瞬の攻撃のため、カピバラが逃げることは困難でしょう。息ができないようにカピバラを締め付けて窒息死させると、カピバラの体を飲み込み始めます。カピバラを飲み込んだ体は、捕食前よりもさらに巨大になります。捕食後のアナコンダはすぐに動くのではなく、消化のために静かに横たわります。しかし動けない状態のアナコンダを狙うのが人間です。例えばこのアナコンダは大きな獲物を飲み込み、水中に沈めないほど体が膨らんでしまったため、漁師に見つかってしまいました。時には人を襲い、体の中から人の遺体が発見されたこともあるアナコンダ。人も捕食対象ですが、自由に動けない状態であれば人間側が有利です。尾を持って引きずることができれば貴重な食料になります。このアナコンダは見ての通り驚愕のサイズですが、成人男性4人がかりでやっと陸に上げることができました。サイズを計測すると、大きさは5メートル70センチ。このサイズでもアナコンダの中では標準的なサイズです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけたら、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録も忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。